今立っているところ、今年の8月15日皆さん思い出していただきたいと思います。私たちが約800名頑張れ日本全国行動委員会のですね、800名が日の丸を掲げ無言の沈黙の行進をいたしました。金華公園、神田の金華公園からこの靖国神社に向かって、歩きました。そして一昨年8月15日650名の皆さんが沈黙の行進をいたしました。その時2つ同じことが起こりました。とりわけあの8月15日は中国の漁船と称する人民解放軍の OB が乗った漁船がいわゆる尖閣諸島の自分たちの領土だと言いながら上陸したわけであります。8月15日でした。その時私たちはその報告を聞きながら、この我が国の屈辱、こういったものに対して民主党政権が何もできない、そういった思いで私は密かに上陸を決意いたしました。チナ人に汚された尖閣魚釣島を私たち日本人の手できれいにしなければならない、そういった思いで密かに上陸を決意いたしました。そして約650名の皆さんが海浮かばを流しながら沈黙の行進を靖国神社で行い、この大鳥居の前に差し掛かった時でした。大変暑い曇ったそういう日でございましたけれども、突然大鳥居の方向からものすごい風が吹きました。一斉に650本の旗が、日の丸がはためいた。私たちは英霊の皆さんからよしやりなさいと、まあ、お伝えがあったと私は感じました。去年もそういう私たちが800名どんどん人が増えております。沈黙の方針がここに差し掛かった時、去年とは違う少し優しい風でしたが、大鳥居の前に来ると風が吹きました。そしてよくやってくれてるねと微笑みながら英霊の皆さんが私たちに向かって風を吹かしてくれた。風であります。英霊の皆さんは言葉にして私たちには伝えてきません。私たちが靖国神社で参拝し、そしてその思い、あるいは英霊の皆様の祈り、こういったものを共有する、単に何かしてください、日本が良くなりますようにとか、そういうお祈りではなくて、逆に英霊の皆さんが祈っておられたこと、希望されてこられたこと、これを私たちが実現します、私たちが引き継ぎます、そういった思いで誓う、そういう場所でも靖国神社の参拝というのはあると思います。神様にお願いするだけではないんです。私たちがお誓いすれば、皆様の思いを必ず自分の世代、自分の時に実現するように努力します。あるいは子孫に伝えていきます。孫や子供にこの思い、この祈りを伝えていきますとお誓いをすればだと、私は靖国神社の参拝はそう思っております。そして先ほど吹いた風は沈黙のお答えだったと私たちは考えております。その風が今私たちは吹こうとしているんだと思っております。これは先ほど申し上げました田母神会長に、ぜひ都知事選に出てもらいたい、決断をしていただく時間は迫っております。さまざまな軽挙妄動、あるいは口が軽くいろんなことを言うことは誠に良くないことであります。私たちはそういう意味で国民として、草の根の国民として、頑張れ日本全国行動委員会として会長に出馬をお願いをしております。まもなく決断があると思いますが、そういう意味で私たちがこの東京を靖国のあの大鳥居から風が吹いたように、日本を取り戻す風を我々が作っていく、我々が風となる、一つの風となって、一人一人が、では小さな風かもわからないが、たくさん集まれば100万200万300万そういった人間が風を作れば、本当に大きな日本を変える、世界を変える、アジアを変える
風となると思います。ぜひ皆さん一人一人が私たちの運動、そして靖国の上の皆様の祈りというものをもう一度考えて、その思いに応える活動を今年もやっていきたいと考えております。皆さん本当に我らの会長玉上俊夫、これ本当に都知事選に出ていただきたいと思ってます。私は強引にでも何とかしたいと思ってますので、皆さんの声が上がれば上がるほど決断は早くなり、かつまた確固としたものになると思います。よろしくお願いします。それでは頑張れ日本全国行動委員会、埼玉県本部長、台湾研究フォーラム会長の永山さんからお答えいただきます。